通天閣近くの串カツ専門店、日本一の串カツ、横綱新世界を本店に、巨大ねぶた看板が設置されました。横綱は、新世界のシンボルとして、ずっと頑張ってきたんですけども、このコロナの影響で、観光客が減り、またそのインバウンドも含めて、すごくその新世界に来られるお客様が激減した中で、やはり以前、盛況されてたそのゾボラ屋さんと同じように、横綱も頑張ってきた自負はあります。その中で、致し方がなしに一時閉店と相なりました。で、それをさらに復活させていきたいということで、なんとか派手に、やっていけたらいいなという思いのもと、ねぶたの無病息災というところの、部分も掛け合わせて、なんとかこのコロナを撃退する意味で、ド派手に、大阪らしさを表現できたらなと思います。以上、安倍の経済新聞がお伝えしました。